こんにちは今日もよろしくお願いしますこの前の話の続きを聞いてくださいね一生懸命探すのその十五歳の静香ちゃんのいいところを今の静香ちゃんがものすごく探すので相手が認めなくていいの自分が本当にそう思ってたらでそれを、ね、認めなくていいよ信じなくていいよってただ私が そう思ってるからあなたのいいところを今から話すからちょっとだけ聞いてねって言って話してで本当に褒めていくのよ。うん、その言葉がね僕は癒しになると思う、ねうん、もし今のようなことをしてたらねこれどっちも自分なんやから。自分が 過去の自分を褒めるということができるし褒められるということができるし、ね、今の静香ちゃんも自信ができるだろうし過去の静香ちゃんも自信ができるだろうしほんのちょっとでもいいからね。うん、まあ多分一番今の静香ちゃんが癒されるんだと思うのよね。 ね、自分のいいところをいっぱい見つけていっぱい話してあげていっぱい聞いてあげてそうすることによって多分今のしずかちゃんが一番癒されるということに結果なると思うんだよね。うん、ですぐにはできないかもしれないけどまあ映画とか漫画とかではよく、ね、特に女の人はそういう漫画も多いし映画とかもあるじゃない。 ありがとうございます今の自分が過去の自分を褒めるなんか素敵ですね褒める方も自分だし褒められる方も自分だしこうやって繰り返すことで少しずつ自信がついてくるんだろうなって思いました関連するブログ記事のリンクを下の説明欄に貼っておきますよかったら読んでくださいね チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今回はこれで終わりますね。次回もよろしくお願いします。深田静香でした。